金も食べておきたい感はある。さてそろそろ帰ろうかな。あーちゃん。あーちゃん。あーいつなんかさ君を待ってたみたい。私のこと待ってくれてたの。ほんと偶然だね。本田くんは誰かを待ってるの？これまた妹さんかな、うん、妹だよ。あ、やっぱりそうか。塾が終わる時間だから迎えに行ってこいって頼まれた。私お兄ちゃんだね。どうなんだ本田くんは塾に通ってないの？行ったことはあるよでも他の生徒に迷惑だからってやめさせられたんだ。授業止まりすぎてあれなんだろうな。塾の運営妨げることになっちゃったからきっとな。何をしたの？俺がいると脱線して授業が進まないってさ。そんなつもりないんだけどね、うん、本田くんこそね、あの一般の普通の学校が多分向いてる子。塾は逆に向いてない。塾は本当に純粋にあの火力っていうか学力を上げるところだから。学力を上げるというかなんだろうな、まあ、さらに上のステップに進むための場所みたいなこと、ね、学校の先生は結構話に乗ってくれるけどさ、塾は違うみたい。これはね性質が違うんですよ先生。なんか想像できるかも。まあ今笑ったでしょいいよ、うん、俺には塾は合わないってだけ。多分ね本当にあの大学とかだとめちゃめちゃこう輝けるタイプの子だと思う。それこそあのゼミとか入ってさ、このままあの研究室に座るとかそういうのが向いてる子じゃないかな。もう時間俺行くね。君も気をつけて帰って。あーやあざー。うん確かに本田くんは塾には合わないかも。でも大学だと輝けると思う。楽しみだねこれからが。だってお勉強するかと思ったけどストレスが溜まっているな。寝る？寝た方がいいか。ストレスそういや気にかけてなかったけど、ストレスが上がってるとなんかちょっとよろしくないのかなと思って寝ときましょうか一応。はい、おねんねしときます。忙しそうですねひかるちゃんがね。うん、そう次の1週間的にはまあちょっとずつ恋愛が良くなってくるかな。え OK、 じゃあ活動するか。今日は記者活動。そして記者活動するか。記者活動なんかまんべんなく上がってくれるから記者活動しておこう。いいね、そこそこいろいろ上がってるね。そしてデートに行くか。デートじゃい。さあウルトラキュートの状態ですけど、これで行かせていただきとうございますが、でもどうしようかな。せっかくアウター買ったしな。やばいな、組み合わせミスるとこんなデンジャーとか出るんだ。危険って出るんだね。おもろ。これ引き算しろってこと？引き算してもデンジャーってこと？やばくない？クソやばくて笑うんだけど。おあ、ナチュラルにやっぱりするのね。デンジャーおもろすぎるだろ。デンジャーなんなんだよ。これでさ、なんも合わなくてくさ。逆にこの服に合うものってないの？あ、でもこれとこれはなんかキュートだな。これとこれはキュートだぞ。デンジャー。これとこれはいいんだ。何か要素を足した瞬間デンジャーになるの面白すぎるだろ。これだといいのにね。はい。来られないかな？大丈夫かな？前もこんな服装したような気がするんだけど。どうだったっけ？悪い、遅れた。あー、風間が遅れた。マジか。大丈夫、私も今来たところ。そっか、サンキュー。でも次は待たせないようにする。お、いいじゃん。どうした？触らせてもらおうかな。大抵のことは自分でできるぜ。どうだろうね。うん、いいな。 お前はやっぱりこっち系がいい。本当に風間亮太ってさ、私のさ服装可愛い系好きよね。この服気に入ってくれた？ああ、文句のつけどころなし、満点だ。アザバルスイさんこの服着てきてよかった。その色よく見るよな。アリオタもよく着とるやん今日な。うん、流行ってるんだ。流行りには乗っかる。お前らしくていいじゃん。任せろ。流行チェックしておいてよかった、ありがとうお姉様たち。
生き物の気配がすごいな。いやそうだよ、ちょっと苦手なのかな。希少な飼育動物が増えたみたいだな、うん、何増えたの。希少な動物見たいところある？なんか動物園あんま好きそうな感じではなさそうな反応してたけど。っていうか俺はまだお前以上の珍獣見たことないけど。うるせえ、やったね、やったね、全然バッチリでもなんでもないやろうがい、なんでもないやろうがい。お手を貸しましょうか。お前珍獣言うな。じゃあリード持っとけ。私のほんま言うんだったらリードを持っておけ。今日はサンキュー、俺こっちに帰ってきてよかった、そう思える一日だった。乗り気じゃなさそうでしたけど、あなた結構楽しめました。よかったです。またどこか行こうぜ。行きましょう行きましょう。来月もまたどっか行きましょう。家まで送る。お前が夜遊びしないよう見張らないとさ。なんで私が夜遊びするタイプだと思われてるんですか。それは毎晩夜10時から、毎晩でもないけど10時から実況しているからですか。ゆっくり行こうぜ。そうですか。あれを夜遊びだと言っているのですか、あなたは。不特定多数のインターネットの波に乗られて私のこの集大を晒してるのが夜遊びだと言うんですか。ありがとう送ってくれて。今さらそんな気使うなよ。じゃまたな、おやすみ。前も気をつけて帰るよ。前も気をつけて帰るよ。引き止めていいのかよ。帰れ、帰ってくれ、気をつけろよ。おたくに送ってもらっちゃった。顧問の先生になってる気分になってくる。だんだん顧問の先生になってる気分やぞ。勉強がカス、勉強がカスなので、こういう時はハバチャ活動をしておきましょう。うん、なんかいまいちらしいですね。さあ次のハバチャコラムは何について書こうかな。よーし、まずは町を探索してみよう。あれ、なんだか向こうが賑わってるみたい。行ってみよう。おお、いいとこだね。あ、新しいオブジェが設置されたんだ。何、キノコみたい。え、キノコ？あのオブジェ、触れると音が鳴るんだって。音鳴るの？うんうん。しかもその音色で恋占いができるらしいよ。あ、おもろ。何それ？ちょっと触ってみようかな。えい。おお、綺麗な音色。これはいい兆し？うん、ここはデートスポットにぴったりだ。新スポットはとば。せっさく僕帰って記事しようと。え、デートスポットではなくない？女同士で来ようよ。だってデートスポットでさ、私たちどうなるかなつっててさ、触ってさ、ボロローンみたいな音だったらやばくない？気まずくない？ガチ気まずいんだが。全然デートスポットじゃねえだろ。お前の感性どうなってるんだよ、寿司子。できた。まあ、こんなもんだよね。それじゃあ、寿司。じゃあ、後で記事を確認するか。あ、どうした？はーい。アマゾンかな。ああ、突然悪いな。いや、まあ、ダンボールカラーみたいな服の色はしてます。りょうたくん、どうしたの？ご飯食べに来たの？どうしたのじゃないだろう。今日は？あ、28だ。あ、私の誕生日。たく、お前はとぼけてるのかマジなのか分かりにくいんだよ。ごめん今マジでガチで日付見てなくてアマゾンの大会かと思っていた。誕生日おめでとう。ありがとう。プレゼントだ。え、わざわざ持ってきてくれたの？学校でもよかったのに。ありがとうね。あ、ありがとう、りょうたくん。合格。なんだよ、合格って何？そう、お礼は今の顔で十分。あー、マジっすか。え、中身見ていいっすか？中身はさ、後でゆっくり確認しろよ。目の前で見せてくれないんすか。じらしますね。うん、すごく楽しみ。またな。次会うとき、いいリアクション期待してまーす。なんかでも結構センスあるものをなんか送ってくれた可能性が高いんじゃない？だって雑貨屋新聞で女性局にめっちゃ聞かれてる男やぞ。なんだろう、中身確認しな。プレゼント何くれたのかな。いや、これ赤本だったらめっちゃ面白いんだけど。え、何くれたの？アンティークのアクセサリーセット。おっしゃれー。うわー、素敵。さすがりょうたくんだな。早速使わせてもらおう。言うてそこまでアクセサリー入るようなもの持ってないけどな、大きさ的にな。では今年の文化祭のクラス出展は多数決の結果、喫茶店に決定しました。院長声綺麗だね。喫茶店か。2週間後の文化祭に向け、クラス一丸となって頑張っていきましょう。ちゃんと原価率とか計算しなね。
頑張ろうね。どうせだったらしっかり売り上げがっぽり稼ごうな。だって、文化祭の準備コマンドが出てきたから、これをした方がいいのかしらね。なんか見どく、あ、そっか。確認するか、抜き打ちチェックじゃ。ハバチャの抜き打ちチェックやぞ。羽ばたき式を誇る世界的アーティスト、三原式さん。彼の新作アートが臨海公園の鳩場に展示され、早くも多くの人に賑わっていました。このオブジェは風車の動力で、様々な音が生まれるのですが、一緒に触れた人との相性を音色で表現してくれるという恋占いの仕掛けもあるんだそうです。私もいつか鳴らしに行ってみたいと思います。てててててん、びっくり。お前鳴らしとったやろがいお前鳴らしとったやろがいっていうか、匂わせですね、これはね。匂わせ通り越して欠かせじゃないの、これは顔さらしてるんやから気をつけなね。文化祭の準備をしていきましょう。失敗してますけど、早速。あ、これ全部文化祭の準備で、ね、失敗しかしてないんだけど、どういうこと？あ、ヒカルさんのニックネームで呼ぼうよ。どうしよう。ヒカルって呼んでみる？ヒヤスキ呼ばないでって言われたら泣いちゃうんだけど。ヒカル、一緒に帰ろう。ヒカル。あ、よかったー。気安く呼んでんじゃないよって言われたらどうしようかと思ったよ。よかったら一緒に帰らない？これから用事なんだ。泣きそう。泣きそう。まあでもいいか。一歩前進じゃわ。仕方ない、一人で帰ろっと。残念。まあいいわいいわ。カルちゃんなんかそうやって拒否るタイプではないとは思っていたが、よかったです。おお、やっとで。てかその看板一生作ってるね、あの。ずーっと文化祭やっていくか。11月になったからインフォとかいろいろ読みなよって感じです。なんか新着が。お？晴れ着フェアだ！振り袖だ！ブティックジェスね。あ、花柄いいかも。お、ブティックジェスはキュート好きな人チェックって書いてあるな。ブティックジェス。セクシーはメルルね。オッケー。そしたら、このジェスに行けばいいのか。あ、でも文化祭終わってからでいいかな。まだ文化祭でいいです。ほい。よーし。文化祭頑張るぞい。一生看板作ってるけど。さあ、今日は文化祭。私たちのクラス出店は、喫茶店。ちょっと噛んだ。早く教室に行って開店の準備しなくちゃ。頑張ろうね。いらっしゃい。あら、いっくん。いらっしゃい。何やってんだろう。ちょっと後ろ見ようかな。コント、ラーメン、おばさん、なんちゃらなんちゃら。カラオケバトル、手動パフォーマンス、ギターマン。バニーカフェなんてものがあるんですけど、うさちゃんカフェとかあるんですけど、バニーか。いいね。なんかうさぎの格好、後ろの子分めちゃめちゃ可愛いな。あ、いい、いいじゃないですか、バニーカフェ。バズりそうだね。あれ、本田くん何してるの？クイズ、ヘアーカットダーホン。何それ？何？俺とクイズして勝った人はご褒美でヘアカットサービス。ヘアカットサービス面白いよね、ピカちゃんのアイデア。あ、ヒカルちゃんのあれアイデアの。ヘアカットできんの？俺の特技が2つ融合してるんだ。クイズと自分の髪を切って鍛えた腕。じゃあ本田くん自分でその髪型にしてる？君も挑戦する？すごくない？やりたい、遠慮するの？そうなの？じゃあ、俺、お客さん探してくれ。やりたいと思ったのに。じゃあね。そうなんだ。いらっしゃい。クイズ、ヘアカット、ダーホン。クイズ勝負で勝ったら、散髪してあげる。クイズ勝負で勝ったら、でもなんか勝てそうになくない？なんか本田くんが出題者だった。なんだよそれ。髪切りデスマッチ。髪切りデスマッチ？ようこそ。じゃあ、クイズ勝負だね。おー、やってんね。たくんクイズで負けることはないから大丈夫だよね。あ、ミカセン。文化祭楽しんでるか？みんな私のことあーって言う。はい。あれ、ミカゲ先生、その格好は。演芸部もクラスの出店もお前たちにお任せだからな。俺も独自で知ってんだ。ミカセンが作った野菜とか売ってんのかな？ミカゲ移動動物園。あ、動物園か。羽畑山牧場の全面協力だな。あ、牧場の全面協力すごいね。お前も気が向いたら来いよ。行きたすぎる。行きたい行きたい、めっちゃ行きたいんだけど。お姉さん、ポニーの乗馬体験やってみない？乗馬体験やってんの？行きたいんだが。
乗馬ですか？やりすぎる。そう、かわいいポニー。かわいいよね、ポニーって。私、ポニーめっちゃ好きなんだけど。かわいいじゃん。影先生、なんかずいぶん楽しそうだな。好きなことできるからじゃない？はあ、あら、ひかるちゃん。満足、満足。え、どうしたの？なんかおいしいもんあった？教えて、教えて。あ、ひかる、なんかご機嫌だね。あ、マリー。たこ焼きか、ね、いいな。たこ焼きおごってもらったんだ。あ、くしもたこ焼き食べたいな。もしかして男の子から？いやだ、違うよ。占いコーナーでね、占いしてくれた女子だよ。お題ってこと？ヒカルの占いしてもらいに行ったんだけど、その子の顔見てすぐに気づいちゃってさ、今誰かに恋してるって。だからヒカルが相談に乗ってあげたの。そしたらお礼にってね。おもろすぎるだろ。逆に？そっか、あの子の恋叶うといいな。相談に乗ってあげてんの面白いな。あれの方が占い師みたいだな。いや、ほんまにそうだと思う。的確でしょうね、きっとね、彼女で。あー、和風キスタギしたの。あ、いいじゃん、いいじゃん。お抹茶とみたらし団子、お待たせいたしました。こんなにお客さんが来るなんて想像してなかった。あ、私もともと茶道やってたから、お抹茶立てるのは任せといてください。私ちゃんとお茶会も出たことある。なんか急に繁盛しだしたな。あ、りょうたくんいらっしゃいませ。なるほど、お前の看板娘パワーか。あー、それダイレクトに聞くのお前ぐらいしかいなさそうだけど大丈夫そう？え、何のこと？お前がシフトに入って急にこれ。あ、そうなの？いつも言ってるだろ、吸引力の話。招き猫ってことね、任せろ。調理班で作ったお団子セットの力だよ。はいはい、じゃあその団子セットください。赤い利用感とか売ってんの？結構なんか金かかってそうなメニューが多いな。やっぱいいとこの学校なんだろうな。あ、こんなん出すの。原価率絶対考えてないだろ。お団子セット一つ入りました。うまくできてるな。まあでも白玉団子って結構原価率もそこそこよくって、稼ぎ的には結構いいんじゃないかな。100円で売ったとしても、でも20円ぐらいは儲け出るよね。まあ、ちゃんと材料費を極限まで抑えたらいいのか。うん、調理班で頑張ったからね。うん、お茶の苦味もいい。やったー、任せてください。元茶道部ですよ、私。団子もお茶もお前の笑顔も満点だ。すごいよね、流れるように一言加えていく。これが風間スタイルだよな。やったで、大成功じゃないが。じゃないが。え、これ準備まともに頑張ってなかったら怒られてたの？私のローズクイーンが決まったみたいね。ローズクイーンってなんすか？ミス幅学か。確か3年生の女子限定なんだよね。じゃあ私も3年生になるときはこのミス幅学とかいうやつも関わってくるってこと？そう、女子生徒の高校最後のチャレンジね。そんなんあるんすね。ねえ、ローズクイーンって何？あ、そっか。あ、いなかったっす。マリーは幅学中等部にいなかったんだって。あ、そうなんすよ、高校からなんすよ。羽ばたき学園高等部の3年生の女子だけで行われる非公式のミスコンなの。あ、非公式なの？あ、そうなの。文武両道、才色兼備、人望、恋愛まで。恋愛まで。女としてパーフェクトってやつ。そうなんだ。まさに高嶺の花。それにちなんで、バラの女王、ローズクイーンという称号らしいよ。そうなんだ。じゃあ3年に上がる頃にはこの3人でドンパチしてる可能性がもしかしたらあるかもしれないってこと？でもお姉様たちの方が強くね？すごいね。2年後、マリーにチャンスはあるよ。一郎姉様とヒカルちゃんがいますからね。うんうん、3人で目指しちゃおうか。頑張りましょう、頑張りましょう。わしも頑張って磨きますわ。ローズクイーン、才能と美貌と人望と恋も必要なんだ。もうこうやってわしって言ってる時点でもう私はこのステージには立てていない気がする。私たちのクラス出展の喫茶店は大成功。楽しい文化祭だったな。ね、よったね。今年の文化祭はこうして終了した。とか文化祭はとりあえず準備に全部行っとけばなんとかこう乗り切れるって感じ。ちなみに何が出てるんだ？アルバイトか。おお、女の子から人気のカフェバイトって書いてある。カフェか。
アフェはなんか全然違う人に出会いそうな気がする。11月になったんですよ。おー、牧場羽ばたきファーム11月1日だったわ。そして今おしゃれのプリマイベントね。あ、例のね。安く買えるやつね。映画は SF がまだ。11月末までか、これ。11月中は、パンチ&キー。格闘大会か。健康も勉強もダメだな。あ、じゃあ、ハバチャするか。ということで、ハバチャの活動をしましょう。ステータスを上げる方に専念しようかな。今週は、ハバチャの活動を。毎月デートはしてるんだけどな。なんとなくデートはしたい感はあるんだけどね、っていう。おー、そっか、双子だから、誕生日か。プレゼントを買いに行く？いやー、金！ごめん！心で祝っておきます！正直めちゃめちゃ祝いたいけど、金を貯めておかないとさ、振り袖とか買わないといけないんでしょ？買わなきゃいけないんでしょ？ちょっと買わなきゃいけないものが多すぎて、ちょっと貯めておきたいんだよな。なんか減ってる可能性あるじゃん、買った時に。これはちょっとね、ごめん。マジでごめん。マジでごめん。来週がハバチャでいいかな。来週からなんかしばらく勉強でいいかなとか。じゃあ活動。いいね。学力もなんか程よく伸びてくれてる。さあ、どんどんハバチャの活動していくだけの簡単なお仕事。くじったりなんなりはしてますけど。あ、いいでしょう。11月28日。よーし。ギリギリまでハバチャじゃん。アバチャジューイ !12 月に入るな。あ、私が今10月に収録しているが12月になりました。ゴロ先生の言ってた、羽ばたき市にいるダイヤの原石を見つけて、今を輝く素敵な人として紹介って、一体どうやって探したらいいんだろう。東大元暮らしってところかしら。あら、ゴロ先生、久しぶりですね。うまくないです？悩んでるんでしょ。でもね、あなたの周りには、ダイヤの原石がゴロゴロしてるはずよ。ねえ、あの一郎姉様とヒカルさんもそうですしね。え？そうね。まずは雑貨屋シモンで働くカリスマ店員なんてどうかしら。ね、ああ、いいんじゃないですか。それってもしかして。そう。あなたと深い関係の子。でしょ。まあね。さ、善は急げよ。行ってらっしゃい。素敵な記事を期待してるわ、はい、これでまた女子からの人気が爆上がりになるってことですね。はい、うん、りょうたくんなら、うん、今の輝く素敵な人にぴったりかも。よーし、いい記事を書かなきゃ。え、下手なこと書いたら殺されそうじゃない？大丈夫そう？うん、できた。うん、いい感じ。楽しんでもらえるといいな。じゃあ、涼しい、なんて書いたんだろう、気になるな。インタビューターンが入るのかと思いきやだよ。あ、携帯にメッセージ。誰だろう。チボの紹介もバッチリだったな。今後もその調子で頑張れってりょうたくんからだ。早速読んでくれたんだ。引き続き頑張るぞ。じゃあ確認させていただこうと思ったんだけど。ウィンドウが曇ってる。よし、拭いておこう。もう、感心だな。ああ、寒くなってきたからね。ああ、りょうたくん、なかなかガラスと曇りが取れなくて。汚れてるの内側なんじゃね。あ、そうか、もう心配あります？あ、気がついたところまでは良かった。もうちょい頑張れよ。はーい。少し考えてやらないとね。今度はちゃんと褒めてもらえるように頑張るぞ。これって賢さ関係あるの？ドキー。じゃあ記事読もうっと。あら、いい写真撮ってんね。てか、パート1って書いてある。どういうこと？森林公園地区の公園通りにある雑貨屋シモンは、夏巻五郎先生が経営するセレクトショップ。ファッションから季節に合わせた小物などを取り揃えた素敵なお店です。シモンでもう一つ有名なのが、幅広い商品知識とセンスで、プレゼント選びに的確なアドバイスをしてくれるカリスマ店員、風間亮太くん。彼目当てで来店するお客さんも多いんだそうです。今を輝く素敵な人として、今後も風間くんの魅力に迫っていきたいと思います。市場挟んでない？大丈夫そう？あと12月になったんですよ。12月か。羽ばたき、ニュース、ニュース。なんだ？未読が結構あるな。4日間！おー。セール！ 12 月毎週日曜日。ほう！
あーちょうどいいっすね。じゃあドレス買う必要あるのかな。すんだとら、優しい潮のね、二人きりの時間を過ごせると密かに人気が高まっている臨海地区のスポットが羽ばたき市のイベ。いいな。とかでもなんか結構運動うんちっぽそうなもんな。泳げないところ見るとスケートもやったことないからってなんか渋りそうだな。スキー場か。でも海辺の散歩いいかな。連れてってもらってみるか。なんだこれ。アニメーション。次回が恋愛小説。恋愛学か。で、ロックフェスタ。デートしなくていいっすかね。デートは、いい。あ？いやー、でもスケート場行きてーなー。19日無理やりスケート場とかねじ込んでみるか。いやー、私もスケートやったことないっすよね。一緒に頑張ろうぜ。もしもし。あ、りょうたくん、今ちょっといい？あ、こっちは。あ、まあ、まあね、スケート行きません？スケートしませんか？なんだこの雪。冬休み開始。ああ、なるほどね。19日の。スケート行きませんか、スケート。スケートってどこだ？スケートさ、20日以降だったわ。26だな。スケート、今、6行見返してきたんですけど。今日の話でした。なんということだい。恋愛運は良くないけど。12月26日にスケートしに行かない？ああ、付き合う。楽しみですね。なんか文句言いそうですもんね。急がないでゆっくり来いよ。文句言いそうだなーってだけで楽しみになってる。性格が悪いオタクになってる。